にかかってめちゃめちゃ潰しにかかったやつ、もう尊敬先輩ですかも。でもこう見えて、こう見えてクミちゃんこの間出所してきたばっかだから、出所入ってね、ちょっとやり返し機能やめよ入ってね、そいや入ってた入ってない、本当に見てる人そう思っちゃうから、本当に入ってないですから、ね、いや俺見たっちゃって、あのセブンイレブンでなんか万引きしちゃったの、あの前にもうあのね、なまってるなまってるそっちが強すぎて内容入ってこねえいやもうね、あやちゃんとね電話じゃない話とかすると、もうねずっと東京にいるはずなんやけど、もうねずっと方言じゃん、もう抜けんとよ。でも今こうやって普通に喋ってますけど、全然なんかそういうなまりとかは感じないですけど、いやいやいや、あれだったんですよ、あの敬語は大丈夫なんですよ。ああ、はい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 、敬語だと出ないんですけど、普通のタメ口になると無理なんですよ。ああ、じゃあもうここ 2人になると、うん、でもさ、あれなんじゃないの、福岡と、あの鹿児島って方言軽く変わってたりとかしないの？イントネーションが違う、若干違う。でもだからこそお互いに黙りながら喋ってるの。そうです。したらわけわかんなくなんない。いやだからお互いに喋ってて、何言ってるかわかんない。そう、わかんない。で、なまってるよって言うと、いや、そっちもなまってるじゃんって言われるから、いやいや、なまってるそっちでしょっていうところで、今もどっちもどっち、そう、言い合いながら来たの。そう、言い合いながら、どっちもどっちだわでも、会うのは言うて3年ぶりなんですよ。そう、あ、そうなんだ。そうです、そうそうそう。3年ぶりってなんか、変わった？逆になんも変わらん逆に変わりました。いや、何も変わんないよ。嘘、もうチャラくなってると思いますよ、多分想像より。いや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 、チャラくないよ。そうなんだ。いや、キミちゃん、聞いた？俺、あのコメント見たんだけどね、多分ね、うっすら見えるの、多分手つなぎたいって来てますよ。嘘、まだ来てないんじゃない？来てます。いつも、ね、助かります、本当に。毎回コメントありがとうございます。そうなの、コメントもらえる。ってことはさ、でもさ、そうやって、あの、最初の方いじってたりとかしてたじゃん。でも、そうやってコメントくれるってことは、あれだよね、毎回見てくれてるんだよね。そう、毎回見てくれてるの。大事な視聴者ですよ。すごいんだよ。ステップを打ち上げたりとか言われるんだよ。え、どういうこと？あの、どういうことなんでしょうね。逆に私も疑問なんですけど。そう。見てる人が？そう、ファンの方で。え、何のためにシンプルに、シンプルに。あやちゃん、誰も言えなかった意見をね、君が言ってくれたよ。ごめん、シンプルな疑問。シンプルな疑問です。すいません。そのためにミステップを打ち合うの？そう。よろしければ、その、お風呂でね。そう、お風呂でミステップを打ち合いたいと。水の中で水を打ち合うって、ね、だからもしかしたらお金がある人はこういうやつだけど、お金がない人はここに水溜めてピシュってやつ。で、あの、大な、あの、知り合いから、あの、お友達なんですけど、連絡が来たんですよ。したら、あの、なんだっけ、あの、お風呂で、あの、お風呂やりながら焼肉っていうコメントがあったじゃん。あった。あれ、知り合いだったのよ。お前かとやばい、一致して、おーみたいな面白かったっつってあのコメント受けたぞみたいな。そのシチュエーション面白いですね。火災保険で入ってますそっちね、一応ね、ごめんなさい、おかけられすごい、前振りが長くなったんですけれども、そろそろ行きたいと思います。どう？フリートークー、イエーイ。もういつもフリートークみたいな。これフリートークじゃなかったんですか？これ違う、これフリートークなわけないじゃん。これは前説です。前説、長いの前説。OK そうなんです。本日もですね、お題をいただいてまして。そう、お題。そうなんです。やっぱりお題毎回ね、考えるってなると、あれなのかな、スタッフさん悩んじゃってるの？最近ニュースネタがすごく多くて。いや、違う世間はそうなの？世間はすごいことになってるけど、でも毎日大体すごいことになってるじゃん。よくあれだけニュース見つけてくるよね。まあね、報道の人にすごい感動するんだけど。報道でしょ、うん、報道はね、暇がないの。あと、文春さん。文春さん。金曜日さんとか、金曜日さんとかね。すごいよね。でもみんな苦労してんだろうね。一週間張り込んだりとかさ、うん、しながらさ。出所してからそれされた。いや、されたから出所してない。出所してないです。出所してない。でも、張り込まれてるかもよ。俺は？そろそろ。マジで？そろそろ。この間、野良猫が布団干してたら、ガリッガリやられちゃったやつ。だから、シーツボロボロ張り込む。マネージャー張り込んでどうするやべえ。これはやべえ。やばい。張り込まれたらやばい人。やばい人。みんな、あまりプライベートには触れないでください。触れないでください。本当にお願いします。いや、それでお題は？ニュース？大体それてくので、話がね。大体ね。戻りたいと思います。今話題になってる、相撲の春の富士さんが引退と、はい、そう、ニュースとか興味あったりします？
いやあんま見ないんですよね最近。あの LINE ニュースしか見ないです。ああでも LINE ニュースさ見てればね。LINE ニュースもなんだけどさ、LINE ニュースもなんだけど、今日なんでなんか始まるの遅くなかった？だから前説が、あ、そっか、うん、あ、そういうことね、うん、そういうことね、あ、そうだ、あの機械のパソコンのちょっと調整、うん、トラブル的な、そう、あ、そうだったんだ。そうなんですよ。でもあの、すいません、あの通常通り行きますので、はい、よろしくお願いします、はい、ってことは1時間半やるんですか？それ、じゃあ、ヤフーショッピングは13、大体3分ぐらい遅れたじゃないですか。13、19時33分からっていう風にやろうかなと思ったんだけど、ちょっとグルズ TV3 分押しちゃったんだけど、19時30分からヤフーの方を始めますね。あー、そういうことね、そういうことね、よかった、君が嘘言ったのかと思った。いやもうさ、普通に3分遅れてるからさ、よし余裕かましてお茶飲もうと思ったらさ、始まるよって大貫さんに言われてさ、やばいどうしようと思って飲み込んだお茶お茶は飲み込めあ、配信が20時33分まで。そう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 。あ、なるほど、はい、21時です。20時33分。もう時間感覚が何、外国行ってた？モンゴル行ってたんだ。モンゴル行ってたんだろ。戻りたいと思います、相撲の話に。だからモンゴルの話振ってるじゃねえかだと思ったけど、もう分かんないのはもうバッて切り捨てるからだからもともとやっぱりお相撲さんのニュースって何が問題かっていうとさ、あのやっぱモンゴルの会だったわけよね、はい、モンゴルの集まりがあって、はい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 、そのモンゴルの集まりに、はい、師匠は生かしたくなかったの。やっぱり慣れ合いっていうのはダメだからって言って、うんうん、それなんだけど、うん、その時のタイミングであのその方は行っちゃったわけ、モンゴル界、うん、ほうほうほう。そこで白鵬さんとかが話してる時に携帯をいじって誰からの連絡を取ってるんだって言った時に、彼女ですみたいな態度を取ったことに関して、お前は礼儀が合ってないって言ってやっちゃったっぽいんだよ。いやでもさ、今すごい暴力についてバーってきてるじゃん。もう時にはね、有無を言わさず引っ張ったことも大事だと思うのよ。ノット暴力。そういう子、そういう子、うん、あやちゃん暴力もせんよ。せんよ。でしょ。いや違う、それは、うん、もう相手がなんていうの、愛、暴力じゃない、ノット暴力、愛、まあまあでも実際のところ定かではないのよ。だ何が真実かっていうのは分かってない状況の情報でしか俺らも耳入れてないから、何が正しいか分かんない。だって瓶で殴ったっていう人もいれば、なんだろう、カラオケのマイクで殴ったっていう人もいる。あ、武器はダメ、武器はダメ、手でいこう。いや、手もダメなんだ手もダメなの。暴力は良くないの。だから、なんていうの、だって組翔平くんが、例えばね、万引きしましょうという試みをしてたとしたら、うん、組多分引っ張らくもちゃんと、それは暴力じゃなく、愛だと思うの。その前に、ね、意味のある、その、叩くんだったらいいと思う、うん、そう、意味のある、ね、そうそうそう、意味のある叩くなら OK の前に、俺、言えば分かる子だから、それをまず先に伝えて言葉で伝えていや、でも分かんない人はいるじゃん、中にはね。翔平くんは悪かも分かるかもしれないけど、中には、世の中には100人いたら100人分かるわけじゃないじゃん、うん、そういう人には、暴力でね、暴力じゃないです、愛でね、引っ張ることも時には大事だと思うんだけど、人の痛みが分かんないから。森彩香と西尾久美の前では絶対皆さん万引きはやめましょう。言葉ではなくて暴力が先に来ます。違う違う違う、そもそも万引きやってる時点で。ちょっと待って、同時に喋らないで、分かんないから総督大使になれよ、はい、すごいすごい言うねすごい好きなタイプ、ありがとうございます。なんで俺が責められるんだよいやでも本当にダメなことはダメで、なんていうの、今例えばね、クミが学生時代に引っ張ったかれてた子とかいるのよ。その子とか今大人になった時にちゃんと大人になってるの。逆に先輩方から、うん、なんていうの、そういうのがなかった人こそ、なんていうの、すごいすごい未来が、すごいとんでもない未来が待ってちゃったりとかするから、うん、時にはね、大事よ。クミちゃん今日やたら暴力に語りますけど、何か思い入れがあるんですかいやでもクミも親とかから普通に引っ張られてた子だから。私もです、ね、俺もそうそうそう、うん、親叩くよね、うん、親は親は、親っていうか俺野球やった時とかすごかったよ、バスケやったし。でも、ね、あれよ、言えば分かりますって一回言ったことある同じこと言ったことあるでしょ。ね、言えば分かるんですだって人間人間だもの丸そうだ、ね、いやでも分かんない、マジで分かんない、分からんからね、話すやついっぱいよね。